令和2年8月6日、タピット社内ニュースのお時間です。最初のニュースです。突然ですが、社内ニュースのネタがないため、キャスターの自己紹介をさせていただきます。私、佐久正俊と申します。バツイチ、独身でございます。清掃のアルバイトに応募したところ、キャスターに配属されました。好きな食べ物は、ペヤング焼きそば。初めて買った CD は、大事マンブラザーズバンドの、それが大事。好きなスポーツは野球、ポジションはセンター、右投げ右打ち、障害打率は1割飛んで2厘です。座右の銘は、羽ばたこう、なりたい自分へ。お近づきの印に1曲歌わせていただきます。大事マンブラザーズバンドで、それが大事。続いて、一般のニュース。札幌市内のマンションで、大麻を栽培、密売したなどとして、国税局元職員、無職、遠藤容疑者45歳が、大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。昨年夏以降、少なくとも100人以上に総額1000万以上の大麻を密売していたようです。マンションからは、プランターなどで栽培された1000株以上の大麻や栽培器具が発見、押収されました。ダイナミックですね。遠藤容疑者は、昨年初め頃に大麻の栽培を始め、夏頃からインターネットを通じて販売。遠藤容疑者は、大麻の栽培に興味があり、金稼ぎのためにやったという趣旨の供述をしているようです。遠藤、アウト。ちなみに、医療目的などから大麻を合法としている国は、アメリカ、イスラエル、オランダ、スペイン、フィンランド、ドイツ、韓国などが知られています。北海道では、唯一栽培事業者として有名なのが、北見市の交友生活さん。毎年の免許更新が大変なようです。七味唐辛子に入っている朝の実は、発芽しない処理がなされています。続いて、クワガタのニュースです。大戸屋長山店のコンさんがクワガタの捕獲に成功。場所は、トーマキャンプ場。4歳になる甥っ子と夜の夜な通い、見事夢を叶えました。クワことクワミです。立派に成長することを祈っております。タフですね。私も、若い頃はね、8月1日と2日の2日間、長山店敷地内にてタピオートさんが出店され、大好評だったとのことでした。ご覧のようなおしゃれな車での移動販売、雑貨屋さんの雰囲気ともぴったりです。今回は、オール390円で提供してくださり、とてもリーズナブルでした。ご覧のように、いっぺんに2杯買う強者もいたようです。タピオートさんは、ナチュラルハイ長山店で開催された青空雑貨マーケットに出店していただいてました。イベント後もつながりを保てていることは嬉しい限りです。今後もよろしくお願いいたします。8月1日、こちらの YouTube チャンネルで、星沢さんの娘がコスメ関連商品を解説する動画が公開されました。普段は、社内のスタッフさんが出演してくれている商品解説ですが、今回は初の一般の方が参加してくれる動画となりました。また、こちらは北映さんという映像、動画をビジネスとしている会社に編集を依頼しました。一般の方の出演と外注の編集という今までにない動画、順調に再生回数が増えています。説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。商品情報です。ルルドというブランドが有名なマッサージグッズを主力とするメーカー、アテックスさんの商品が売れています。数多くのヒット商品があるアテックスさん、単価が高めな商品であり、去年からの傾向として電源を使わないノーブランドのマッサージ系グッズに押され気味でしたが、ここに来て復活してきています。これはやはり例年にはない推移です。おそらく、まず自粛太りをして、次にお家でトレーニング、そして疲れたのでマッサージグッズの需要が高まったのでしょう。お部屋の香りグッズ、ルームフレグランスの勢いが止まりません。写真のモダンノーツは日本製の高品質の香りで好調をキープしています。ハンワというメーカーさんの写真のディフューザーは、香りはもちろん、大容量で見かけも良く、好調な売れ行きをキープしています。中でも、三崎店長のおすすめが、ハーバリウムディフューザー。理由は何と言っても、香りの良さということです。今話題の、ドルチェ&ガッバーナの香水の香りにそっくり、とのことです。三崎店長の熱弁動画を説明欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。コンペックスというメーカーさんの、パレットという商品の紹介動画が話題となっています。動画内では、7年間同じ種類を買い続け、使い続けているスタッフさんのタオルを借りて撮影することができました、となっていますが、実はこちら、社長の愛用品です。おっさんの使っているタオルというと、即動画から離脱される恐れがあるために、スタッフさんの愛用品ということにしたようです。それはさておき、非常に貴重な比較動画となっております。商品の特徴もバッチリ解説しており、思わず欲しくなってしまいます。また、今後の品揃えに関しての話も含まれておりますので、バイヤーさんも必見です。説明欄にこちらの動画のリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。以上、タピット社内ニュースでした。